山のようにそびえ立つ野菜、油の浮いた濃厚スープ、デロデロの極太麺。皆様こんにちは。ラーメン大好き京都のおっさん、京都で松です。2022年に京都でオープンしたラーメン店を紹介します。今回は豚の心さん。オープン日は2月11日。小倉にできた新しい二郎系ラーメンのお店。もともとたこ焼き屋さんでしたが、ラーメンも販売され、たこ焼きと二郎系ラーメンが楽しめる珍しいお店になりました。こちらがメニュー。麺の量によって値段が違います。トッピングもいろいろあり、さらにご飯物まで置いてある。もちろんたこ焼きも注文できます。コールの方法はラーメン注文の際に同時に伝えます。こちらのお店は食券制ではないので、落ち着いてコールできるところが嬉しいです。本日いただくのは豚中、お値段が800円。コールはニンニクあり、野菜大、油大で注文。てんこ盛りの野菜、まさに二郎系ラーメンの醍醐味。野菜の上の油も色してはりますわ。器が若干大きいようで、これならこぼさずに食べれそうです。醤油の味がキリッとするこちらのスープ、油も大量に浮かび、とっても濃厚。一口目を飲むと思わず、あーうめーと声が出てしまう。見た目よりも飲みやすく、意外とグビグビいけちゃうスープです。見た目がデロデロのこちらの麺、縮れ太麺の少し柔らかい麺。今回は 200g でしたが、食べやすく、他の二郎系ラーメンよりも多めに頼んでも余裕そうです。このラーメン最大のインパクト、油と野菜。甘じょっぱい油にもやしとネギのブレンド野菜。油の旨味を野菜が吸って、食がめちゃくちゃ進みます。油も野菜も大にしてボリュームが多いですが、全然余裕でいけます。豚は二郎系ラーメンにしては少し控えめかなと思いきや、スープがしっかりと染み込んでいて、とてもうまい。一般のラーメン屋さんの厚切りチャーシューといったところでしょうか。ニンニクは刻まれた市販のものを使用されていますね。食べた時にニンニク独自の苦味はあまり感じなかったものの、少しインパクトが薄れたニンニクでした。でも追加で足すことができますので、後出しニンニクもいいと思います。卓上には味変アイテム、一味とブラックペッパー。こちらのラーメンに振りかけるとよりジャンクな感じがしますので、ジャンクフード好きな方にはおすすめの味変アイテムになってます。豚の心さんの豚中でした。甘じょっぱい油が絶妙にうまい。麺もスープもジャンクな感じが出て、美味しくお腹いっぱいになりました。800円でこれだけの量のうまいラーメンが食べられるのは値打ちがあると思います。ジャンクフード好きな方にはぴったりなお店ですね。それでは本日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。